ノムを聞いたんです。ポッ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 、はい、黒髪にしました。キータンポです。今日はね、黄色の日っていうね日なんですよ。私が勝手に決めたんですけど、私の心の中がね黄色でいっぱいなんです。黄色黄色黄色、バナナ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 、黄色でないですか。なのでバナナのね一本早食い競争をね一人でやっていきたいと思います。うち開けるところから、これあ、これは開けるところからか。開けるところで早くすれば多分いける。ば、いくよ、よーいスタート。トゥトゥトゥルトゥ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 、硬い、若いよ、若すぎるわこれは。もうねえ、最後の驚異的な飲みのスピードが速かったね。ちょっともう一回だけやりたい。いくよ、よーいスタート。トゥルートゥルドゥルドゥンドゥンドゥン、やばい、吐くの吐くの。私バナナ飲むスピードやばい。あとほぼほぼ噛んでねえもん。個体飲める、私特技個体飲み。新しい特技を発見した、イエーイ。ねえ、たくさん早食いすると思ってさ、結構買っちゃったんだけど、こんなに肌びつぼ詰まっちゃったし、どうしよう、こんなに余っちゃった。あ、バナナアートっていうのがすごくてね、ちょっとやろうかな。ちょっと見よう見まね、試行錯誤でやりたもうマウス、やりたもう申す、いきます。私ね、最近ね本当に本当にアイドルにハマってて、私昔ももクロずっと好きで応援してたんですけど、最近はエビチューにハマって、なんかアイアイと最近よく仲良くするからっていうのもあって、ちょっとハマりだしたら想像以上に素晴らしいグループで、今もなおねハマり続けてるんですけど、他のアイドルにも目が行くようになったんですよ。なんかモームスのね、もうね卒業してしまったさやしさんのね卒業ライブとかをね映像で見てて、可愛くて可愛くてしょうがないんですよ。ももちとかね、道重さゆみさんとかのね見てて超可愛いと思ってて、かアイドルって最高だなって思ってて、最近たどり着いたのがあやや、松浦あや、マジ可愛いよ。これ見てる方なんだね、ちょっとねちょっとでもね気になった方はね、松浦彩さんって調べてください。何ねーちょっとあれ、ね、読み方わかんないけど、ねーっていう曲名、あれ迷うなってやつ、あれ彩が可愛いんですよ。めちゃめちゃ最高に最高にアイドル、あのアイドルを越せんアイドルっているのかっていうぐらい、アイドルってうまっ、自分もちょっとうまいです、現在報告うまいです。ちょピンとあややはアイドル、それで大人になった あややもねすごい上手、どんだけあややの話するんだ、めちゃめちゃ歌が上手でね綺麗なんですよ。やっぱアイドルっていうのはねみんなにねもも色の片思い恋してる、まじまじと、ね声ガスガス。最近ね見てるドラマって言いますと、とどめのキス見てますね。いいね、山崎賢人くんはクズ役あんま似合わない、だってクズ顔してないから。で、あの麦さんのね第3話の麦さんの歩き方可愛かった。途中経過、はい完成しました。ででーん、
はい、上手じゃないですか。バイチャルー。もしもし、佐々木さん。佐々木さんとこのお子さんさ、この前角のところで見つけたんだけど、ウェットティッシュバクバク食べてたからさ、ウェットティッシュなんで食べるのって言ったら、濡れてるからって意味わかんないこと言うんですよ。まあ、うちの子も食べてるんですけどね。